ジンカメフィーバーが再び。どうも皆さんこんにちは、全力ジャニーズマンです。よろしくお願いします。本日はですね、カトゥーンについての動画となります。今回ね、ジンカメフィーバーが再びということでね、この 1,2 週間で亀梨和也さんとね、赤西仁さんの話題っていうのが、ね、すごくてですね、今回はね、そのことについて話していきたいと思います。まずね、亀梨和也さん、重大発表がありましたね。8月18日にですね、セカンドソロシングルクロスをね、発売します。で、このね、クロス、日テレ系のね、野球のイメージソング、ゴーイングのね、テーマソングという風になります。すごいね、豪華で、あの作詞はね、亀梨和也さん、そして作曲がね、布袋寅泰さんという風にね、なってますね。もうね、協力タッグということで、非常にね、楽しみな新曲になります。で、当然ね、あのこの発表、ニューシングルの発表っていうのはね、嬉しいんですけれどもね、個人的にね、激アツポイントがあって、このね、新曲初回限定版、通常版、ジャニーズショップオンラインストア限定版のね、3形態での発売なんですけれども、ジャニーズショップのね、オンラインストア限定版の方にはなんとね、過去の亀梨和也さんのソロ曲が収録されてます。いや、激アツですよこれ。今回ね、2曲収録で、まず1曲目がね、16 seconds、 そしてもう1曲が夏の終わりということで、時を超えてね、音源化、最高ですねこれ。やばいわマジで。来たぜ16 seconds。 最近のね、あの披露で言うと、ソロコンのね、フォローミーツアーの時の1曲目がね、16 seconds で、まあね、この曲といえば椅子の演出ですよね。時を超えてこの曲がね、収録音源化っていうのがね、いやー、たまんないっすねこれ。で、夏の終わりもね、本当にいい時期に収録されたなって思いますね。この曲もね、すごいしっとりとしてね、エモい曲ですね。いやー、これはね、激アツ案件ですね。で、今回の発表があったのでね、どんどん求めちゃうんですよ。そしたらね、個人的にね、あとロストマイウェイとね、バッドドリームとかね、好きなんですよね。ドリボー楽曲ですね。もうロストマイウェイね、これどっち、あのタクトの方かバンパイア、どっちの演出が好きかとかね、いろいろ話したいことがあるんですけれども、あれからノーマーペインツアーの時にね、ロストマイウェイね、披露されてましたね。すごいね、引き込まれる演出でしたよね、あれ。キスマイもね、すごい輝いてましたし、機会があればね、収録してもらいたいなというふうにね、思いますね。今回セカンドで、まあサードシングルか、まあそれかカトゥーンの CD についてきたりとかね、してもらうと嬉しいっすね。いや、どんどんね、あの幻の楽曲がね、音源化されてきてますんで、すごいね、いい傾向ですね。まあ、カトゥーン15周年の時の3曲のね、音源化もありましたしね、次20周年待たないとダメかななんてね、思ってたんですけども、今回ソロですけれどもね、嬉しかったですね。まあ、あとね、中丸さん、上田さんのね、ソロ曲もね、好きな曲いっぱいあるんでね、どんどんね、音源化の方お願いいたします。なんかね、すごいっすね。まあ、今年ね、まあ、上田さんもライブでね、花の舞う街もね、日替わりで披露してましたしね、ちょっと過去を振り返る傾向が出てきたんでしょうか。いやー、エモいっすね。どうなんだろうね、亀梨さん、2回目のソロコンっていうのがね、あったりもするんでしょうか。まあ、今年ね、グループのツアーがね、つい先日までやってましたけれども、今度は秋冬にかけて、ソロのね、活動も充実していくといいですよね。亀梨さん、ソロコン。上田さんね、舞台が始まりましたけど、あと中丸さん、楽しい時間やっちゃいます？ずっとね、待ってるんでね、まあ、中丸さんもね、楽しい時間、ぜひともお願いします。まあ、漫画家もね、漫画もね、ありますけれどもね、単行本の発売とかもね、楽しみにしたいなというふうにね、思いますね。ソロが熱いぜ。
続いてですね、まあ先ほどね、ジンカメの亀梨さんのね、お話しましたけれども、続いて赤西仁さんについてなんですけれども、赤西さんもね、この1週間激アツでした。というのもね、7月1日、2日にですね、赤西さん独立後10周年のね、アニバーサリーライブを行いました。いや、もう10周年ですか。あっという間ですよね。で、今回ね、セットリストがやばかったらしいんですよね。自分ね、残念ながらいけなかったんですけれどもね、すごいね、ネットの方でも話題になってましたね。ニュースにもね、なってましたね。今回独立後10周年っていうことなんですけれどもね、それよりも前のね、楽曲も披露したということで、本当に赤西さんの歴史をね、振り返ったライブということで、なんでね、ジャニーズ時代のね、楽曲も披露したんですよね。セットリスト見たけどやばいっすよ、これ。本当に行きたかったっすね。紫、ケア、エターナルとね、まず前半ね、ジャニーズ時代の楽曲披露したようなんですけれども、いやー、たまんないっすね、これ。赤西さんね、もう英語のね、曲ももちろんいいんですけれどもね、日本語のジャニーズ時代の曲っていうのもね、すごい青春をね、感じられて好きなんですよね。カトゥーンのライブ DVD とかでもね、紫の映像残ってますよね。バックにね、当時のキスマイが、まだね、幼い北山さんとね、藤ヶ谷さんがバックについてましたね。いろんなね、ことを思い出しますよね。もう紫とかね、めっちゃ聞いてましたわ。ケアとかね。まあ、その後振り返っていくと、Hey, what's up? とか、アイナの方へとかね、めっちゃ靴探しました。アイナの方へのミュージックビデオにね、靴めっちゃ出てきますけど、それと同じやつね、探し歩きましたね。なんか懐かしい青春を思い出しますね。ほんとね、この同じ時期にね、赤西さん、亀梨さんがね、すごい盛り上がってますね。で、ちょうどね、ザ・ミュージックデーで、シャッフルメドレーでね、極戦セカンドシーズンのね、主題歌、ノーモアクライをね、ほんと、極戦にね、出演されてたジャニーズのね、メンバーが歌ってまして、そこでもね、ジンカメをね、思い出す仕草があって、矢吹隼人さんがね、ドラマの中でやるピース、それをね、亀梨さんがやって、うわ、すげえ、これ、エモすぎんなっていうふうにね、思ったんですよね。まあ、そのピースで言うとね、カトゥーンの You のね、曲の、心をほどいて、カトゥーン見えのところね、それもね、思い出したりして、なんか、すごいね、幸せな、このね、1、2週間だったなっていうふうにね、思いますね。赤西さんもね、音源化されてないね、楽曲、いっぱいあるんでね、なんかね、権利の関係とかもあるかもしれないんですけれどもね、機会があればね、音源化してほしいですね。ヘジテートとか、ピンキーとかね、めっちゃ好きですね。いやー、こうやってね、なんか、振り返るの楽しいですね。はい、では今回ですね、ジンカメフィーバーが再びということで、赤西仁さんとね、亀梨和也さんのね、ここ1、2週間のね、激アツな活動についてね、話させていただきました。いやー、ほんとね、なんか、一夜限りの復活でもいいんでね、ちょっとね、共演とかも見てみたいなというふうにね、思いましたね。なんかほんとね、ふとね、した時にね、なんか名前とか出るとね、おっていうふうにね、なりますよね。ちょい前なんですけど、中丸くんの、ね、楽しい時間の、あれ ?2 かな?中丸さんがね、なんか、たまにね、赤西さんと会って食事してるみたいな、なんかそんなね、ニュアンスのこと話してたんですよね。それがほんと激アツで、いやーまだ繋がってんだなんてね、思って。嬉しかったのはね、覚えてますね。あとね、カトゥーン15周年の時もね、インタビューで、上田さんとかもね、がっつりね、赤西さんの名前出してて、なんかそういうとこね、すごいエモいなーなんてね、思いましたね。なんか生配信とかあって、パンツに毛玉とかね、なんか いろいろね、懐かしい話とかもね、その時聞けてね、よかったっすね。まあね、もう今はね、それぞれ別の道歩んでますんでね、それぞれの活動をね、応援していきたいなというふうに思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。